うちの防音スタジオの方で吸音パネルを抜いた後収録させていただいている声になります。吸音パネルを設置している状態の音で収録をさせていただいてます。でこれ比較した時に、まあ、音、まあ、僕の体感で言うとものすごい違うわけですよ。皆さんこんにちは。音響空間デザインのプロ防音アドバイザーバトシーン並木です。このチャンネルでは音にお悩みの方にプロの知識と情報を発信しています。我々、防音室を作るプロとして、例えばゲーム会社さんの防音室サウンドルームとか、あとは一般の戸建て住宅とかマンションのピアノスタジオとか楽器を演奏するスタジオとか和太鼓のスタジオとか、そういうものをデザインからこう設計から施工までやらせていただいている会社になるんですけど、こちら僕がずっと収録させていただいているお部屋も浅草のかっぱ橋というところにあるうちのオフィス兼ショールームの防音室になっています。でここはもちろんこう音の響きとかそういうのを楽器の演奏向けとかに作ってるスタジオになるんですけど、収録用にちょっと吸音パネルを増やしたりとかしてます。で今日は今まで防音についてとか吸音についてとかいろんな発信させていただいてるんですけど、まあ、今までもこう防音は音を防ぐものだと、で吸音には音を防ぐ効果っていうのはほぼなくて部屋の音の響きを調整するために使うものだという発信をさせていただいてます。でこれ嘘だろって思った人は別にうちの動画見ていただかないでいいです。我々はそれをプロとしてやらせていただいていて、吸音だけで音が防げるんだったら僕らもしてますから。でもそうじゃないからこうやって発信をさせていただいてるんですけど、その中でやっぱりこういろいろ音について考えて自分でやってみたいとかうちの方に相談いただいてる方にもいろいろ防音の体験とか吸音の体験っていうのをしていただいてるんですけど、こう動画でねうちを応援していただいてる皆様にも、まあ、どんな音の変化が起きるのかっていうのをこうこの画面を通じてお伝えできればと思いますので、正直収録の音がどこまで変化するのかっていうのはちょっと分かんないです。でも今この僕が収録させていただいてるのは、僕らが考えるこう YouTube に配信するにあたってこの防音室を使うんだったらこういう吸音をしてあげてこういう音の響きで撮れたらいいよねっていうところに一応落とし込んでやらせてはいただいてます。なので今日はこう吸音っていうものを我々スタジオを設計するときにやってる吸音と、まあ、全く例えばない状態、吸音パネルとかがない状態っていうものを比較してこの動画で皆様の耳に聞こえる音でちょっと伝えられればと思って試験的にやらせていただければと思います。で吸音っていろんなものが音吸ってくれます。今僕ここに座ってるだけでも僕自身も音吸いますし、こういうテーブルなんかもねこう表面積が変わるので、例えばこうテーブルも何にもないお部屋に比べたらこの表面があってこの裏面もあるから、この表と裏の表面積がこの見えてる空間に対してこう音が跳ね返る面でいうと増えたりするので、そういうのでどんどん変わっていくんですね。なのでお部屋の中で例えばソファーを置いただけで音の響きすごく心地よくなったなんてこともありますし、そのソファー自体も、まあ、ファブリック生地で作られているものなのか革で作られているものなのか、まあ、合成比較も含めてですね、そういうものでも音の響きって変わってくるんです。でもそれって自分たちでねある程度こうコントロールできる範囲っていうのはこうリビングルームとみたいな空間だったらある程度いいかもしれないですけど、今日見てくださってる方ってこう何かしらか音の響きとかを防音とかに興味がある方だと思うので、吸音パネルの効果っていうものを知っていただくことで何かしらかこう生活していく中ではすごく価値がある情報になると思います。なのでまずはね私が収録スタジオで吸音パネルをある程度入れてる状態、この状態だったら収録しやすいよねっていう声の響きの状態で撮らせていただいた音で、ここから吸音パネルをバッと外させていただいて
吸音パネルとかが何にもない状態の音っていうものを比較していただいて、こう耳を通じてねお伝えできればと思います。じゃあそれでは作業に入っていきたいと思います。よろしくお願いします。これで吸音パネルを全部撤去した状態で、今からスタジオの中で皆様にちょっとお話をしたいと思います。はい、これがですね、うちの防音スタジオの方で吸音パネルを抜いた後収録させていただいている声になります。まあ、かなりね僕の体感的にはすごい音が響いてるんですけど、まあ、皆様の動画とかの参考になるような形でこちらの声がですねうまく届いてくれたらいいなと思います。で、もう本当お風呂場に近い状態ですかね。音ってこう防いだ場合で言いますと、音ってなくなってるわけではないんです。で、動画の方でも言わせていただいてるんですけど、音がこう減衰するっていうのはなくなってるわけじゃなくて、跳ね返す力が強くなってるんですね。なので防音室って今現状のね体感上もお風呂場ぐらい音が響いてます。で、この響いてる音を程よく吸音してあげて、こう音の響きを調整するんですね。なのでまず遮音性能をしっかりと確保して、で、遮音性能を確保すると音の響きが強くなるので、その余分な響きをこう吸音パネルで吸ってあげるっていうのが、より良い防音室の作り方と言えますし、皆様がこう生活環境の中で吸音のことを考えたいっていう場合で言うと、今現状ある中で余分な音を吸ってあげるっていう作業をすることで、心地よい生活の音っていうものを実現することも可能なんじゃないかなと思います。で、ここはね比較的こう吸音パネル自体は少なくてもいい部屋になってます。なんで少なくていいかっていうと、こう天井も斜めだったり壁も斜めだったりするので、で、そういう斜めの部分が多くて音が拡散されるようになっているので、吸音パネルっていうのはちょっと少なめで済むような部屋になってます。なのでこう長方形の立方体とか正方形の立方体っていうものになってくると、こう音っていうのはすごく反射しやすい、で、音も残りやすい空間になるので、それだとこう吸音パネルだけでは足りなかったり、床に対する何か施策が必要だったりっていうのも入ってくると思います。でも歌を歌ったら多分気持ちいいですね。もういい感じでエコーが効いてくれてるので、すんごい気持ちよく歌えると思います。でも話しやすい空間か、もしこれで1対1で喋ってるとか音楽を聴くってなった場合には、このエコーはね相当気持ち悪いですよ。でもそうだな、やっぱりほんと軽く歌うとか鼻歌とかであれば、なんか上手くなった感があるかもしれないですね。で、僕もなんか今喋ってる時に比較的あの声が通りにくい声なんですよ。居酒屋さんとかで言ってもすいませんとかって言っても通りにくい声なんですけど、なんかこの感じだとなんか発声がうまくいってるみたいな感覚に若干なってきますね。なのでこの響いてる音から、また吸音パネルを復旧させていただいて、まあ最後の収録に入らせていただくので、その差をですねちょっと皆様には見ていただければと思います。では復旧します。じゃあ復旧完了しましたので、本日の動画の締めに入らせていただきたいと思います。はい、いずれの音も検証いただいた後で、今現状はまたあの吸音パネルを設置している状態の音で収録をさせていただいてます。で、これ比較した時に、まあ、音、まあ、僕の体感で言うとものすごい違うわけですよ。もともとこう収録用に使ってたスタジオの時は程よい音の響き、でも吸音パネルをガッとなくした状態で撮った時っていうのはもう音がボワンボワン響いてるのが分かるので、私の体感的にはすごく、全然違うのが分かってるので、皆様に伝わったらいいなとは思って動画を撮らせていただきました。
なので防音は防音、吸音は吸音で、今皆様悩んでる方がどっちが必要なのかっていうのを見極めてですね、吸音の中でもいろんな素材があります。なのでそういう素材のどういった部分を利用していったらいいのかっていうのを模索していただければと思います。本日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。音響空間デザインのプロ、防音アドバイザー、バトシーン並木でした。ありがとうございました。